小国方さんです。今日はですね、京都駅の東側にある数人地区っていうエリアに来てるんですけど、今日は超久しぶりの町中華です。はい、で、まあ、店名が青果園というところなんですけど、ここね、オーナーさんがドラマのスクールウォーズのモデルになった伏見工業のラグビー部ご出身だそう で、先日僕のラグビーイベントにも参加してくれはったから、まあ、そういう関係もありちょっと食べに行こうかなと思って、ね、くるっと振り返ったら向こうの方に京都タワーも見えます。京都駅からすぐ近くです。4年前ぐらいにこの辺でね、数人屋台、何だっけ名前、なんかね、とにかく期間限定の屋台村があったんですけど、そこに出店してはって、たまたまその時お会いしてんねん。あ、ここあれですね、愛子ちゃん元気にやってはるかな。お店も見えてきてますわ。お店ここです、左手ですね。すぐそばに大学とか高校ができてんな、確かあれか、その近くですね。もう入りますね。じゃあ、失礼します。カウンターでいいですか？あ、いいですか。カウンター座らせてもらいます。ありがとうございました。結局一緒にプレーできなかったですね。なんか対戦できるかなと思ってたんですけど。何が名物とかあったりするんですか？この中華セットとか、はい、アイナがよく出ますね。あ、これですか？これメニューなんですけど、日替わり定食と、あとこれですね、言ったはったん、よく出るって言ってた中華セット、ラーメン餃子半ちゃん卵焼きで1400円で、裏が単品メニューです。冷やし中華とかも食べたいし、鶏天も美味しそうですね。で、下のごま団子僕好き。すみません、中華セットください。はい。うわ、すげえ、ずらっとユニフォームが。あ、富士公園、すげえ、記念館みたいになってる。はあ。ほな、作ってはる姿ね、ちょっとみんなに見てもらいます。みんなに見てもらいますというか、はい、勝手に撮影しただけですけど。あら、よいよいと土壌すくいやってみて。
ありがとうございます。来ました、中華セット1400円、ラーメン。このラーメンなんかね、ラーメンっていうより中華そばって感じですね。で、半ちゃんに卵焼き、ほいで餃子5個入ってました。ありがとうございます。このラーメンもね、すっごい素朴というか気をてらってなくて、オーソドックスな美味しい中華でした。美味しい中華そばでした。なんかね、なんやろ、その僕、店主さんがラグビーやってはったっていう情報があるから、もっと背脂とかファッシャーかけてくるかなと思ったら、すんごいこうシンプルで。大丈夫かな、写真撮れないよ。あ、全然大丈夫です。で、焼き飯、これめっちゃ美味しかったからもっと量欲しい。これもね、シンプルな味付けて一番好きな感じでしたわ。もうね、こんなんももう男の中華って感じで、塩コショウファッシャーかけてくるタイプかなと思いきや、あっさり美味しかったです。餃子も同じくですね、はい、僕ね、あの、まあ、こう見えて、まあ、別にどうも見えてないと思いますけど、あのずっと小中高サッカーやってたんですけど、ラグビーも結構関心があって、はい、まあ、そんな全く詳しくはないんですけど、あの、まあ、自分が高校生の頃もラグビーの聖地花園まで試合何回か見に行ってましたし、最近もね、あの淀港さくらスタジアムっていう大阪のスタジアムまでプロの試合見に行きました、はい、でそこでね、対戦カードが、大阪のチームの、レッドハリケーンズってとこやったかな。で、相手忘れたけど、でそのレッドハリケーンズの T シャツを無料配布してはって、それをね、今寝巻きにしてます。汗をね、すごい吸収して乾きも早いし、着心地最高なんですよね、はい、すごい重宝してます。で、まあ、高校生の頃ね、花園とか見に行って、だから今、日本代表の松島幸太郎選手っていう方が言い張るんですけど、当時神奈川県の桐蔭学院でもうバリバリやってはの当時見てました、はい、すげえな思って、ね、僕はサッカーでゴールキーパーやってたんで、よくね、あんなボール飛んできて怖くないのみたいなの結構言われるんですけど、まあ怖さゼロかって言ったらそれはうるさいけど、でも怖くはないんですね。だから僕逆にラグビーとか見てたら、もうようやらんなというか、もう格闘技やんみたいな。でも目の前で、この前ね、プロの試合見に行った時も、もうパッツーンってもう体と体の当たる音、もう銃声かなと思って、最初もう車同士ぶつかったんかなとか、それくらいすごい衝撃音でした、ね、見てほしいです、はい、だからね、もうラグビーやってるあの屈強な男、もう太ももパッツァーみたいなのに憧れますね。実際のトーナメント表ですか。そうそう、すげえ貴重やん。山口先生の人がどう響いてくるかの写真が来てきたのがですね、ありがとうございます。すごい。じゃあ前年に花園にボロ負けしてるってことですね。その相手に決勝で僅差で勝つっていう。どちらいたするの。あ、この方ですか。すげえな。テイクさんはまだ現役でラグビー時々プレーされてるんですか。たまに去年のオリンピックに行ってたし、はい、オリンピックで60歳以上の大会があるので、はい、なんか最近知ったんですけど、田んぼラグビーとかもあるんですよね、はいはい、あれされたことあります？やってます。いや、去年もエントリーして世界チームで出てましたけど、今年はあの落選、抽選漏れして、え、そんな人気なんや。結構人気。あ、そうなんですね。ここって移転になって今ここですか。元からずっとここですか。ずっとここ。もともと
ここに散髪屋さんが角っこに、うん、親父が散髪屋さんしてる、はい、でそれで立ち退きになってここへ移転なって、うん、でそのまま散髪線とラブワーク中華屋リニューアルとかもしてないんですか。リニューアルはしてますよね。さすがにめっちゃ綺麗なと思って。でそういう流れで現役の日本代表選手とかも来られたりとかですか。また食べに来させてください。はい、はい、ありがとうございました。失礼します。